八チの毛色については異なる意見があり白と赤の説がありますアキタイヌの世界では赤と言われるのは茶色のアキタイヌです1949年設立のジャパンケンネルクラブの基準によるとアキタイヌは赤、虎、白、ゴマの4種類があります赤のアキタイヌは明るい赤茶色で顔、足、お腹が白いタイプです虎は黒と白の虎柄で白は純白です 駒は黒白茶の模様が入っています。面白いことに白い。秋田犬は虎や赤の親から生まれることもあります。赤の親から生まれた白い秋田犬は薄い赤色が出ることがあるそうです。7歳から13歳までハチ公を渋谷で見ていた。私の母はハチ公は白い犬だったと言っていました。母は1929年に。 家族と渋谷の上野秀三郎博士邸の近くの家に引っ越してから八甲を見始めました上野博士は1925年5月に東京大学駒場キャンパスで脳内出血で突然亡くなられましたそれで1929年には八甲は上野博士の庭師だった小林菊三郎さんに引き取られそこから毎日渋谷駅に通うようになっていました上野博士の奥様は いろいろな事情があってハチを買い続けることができず小林さんに頼んで引き取ってもらったのです私の母ユキコと妹の雅子は渋谷の大向井小学校に通っていましたその後渋谷から多摩田でいくつか先の世田谷の家に引っ越しそこから大向井小学校に通いました 母は小学校を卒業すると四谷の双葉高等女学校に通い引き続き渋谷駅でハチ公を見ていました母たち姉妹にとって毎日渋谷駅で6年間ハチ公を見続けたことは忘れることのできない子供時代の幸せな思い出です2人によるとハチ公は子供が大好きだったそうです時々撫でたこともあってそんな時ハチ公は尻尾を振って嬉しそうに笑顔を見せたそうです ハチコが白い犬だったということはいくつもの記録や証言があります1934年に出版された岸和俊の中堅八チ物語にはハチコは白い秋田犬でしたと書いてあります日本犬の研究者、芸術家、作家である斉藤博吉の1964年に出版された日本の犬と狼、石化者の中に大正13年の秋、 東京大学駒場キャンパスの近くで丸々と太った見事なクリーム色の秋田犬を見たという記述がありますこの頃は上野博士は駒場キャンパスで教えていたのでハチ公は博士が授業を終えるのを待っていたのでしょう斎藤博吉は1932年10月4日朝日新聞でハチ公について記事を書きこれがきっかけで渋谷のハチ公は日本中で知られるようになりました。 公的資料には、ハチコは赤、茶と書いているものもあります。現在見ることのできるハチコの写真は、どれも白黒で、ハチコの晩年に撮られたものです。黒っぽく見える部分が茶色なのか、影なのか、見極めるのは難しいです。母によると、ハチコは駅にいて座ったりしていたから、晩年は汚れて茶色っぽく見えた、とのことです。 AI に人の情報を加えて昔の白黒写真をカラー化する技術が開発されハチ公の色を見ることができるようになりました。これによるとハチ公は部分的に茶色です。渋谷区郷田博物館文学館にはハチ公の喉の部分の毛が保存されています。これは白星を製を制作した白製紙の坂本喜一さんから寄贈されたものですこの毛色は薄茶です。 上野にある東京科学博物館にハチ公の剥製があります。ハチ公の毛色はクリームがかった白オフホワイトです。喉の部分は少し茶色っぽい毛が見られます。ハチ公は特に若い頃は見た目は白だったと思います。しかし、毛色に少し赤が混じっていたので、公的な記録で赤茶と分類されたのではと思います。ハチ公は最近人気の。 赤で顔、足、お腹が白いタイプの秋田犬ではありません母は八甲が駅に来るときには後ろに何匹もの野良犬が付き従っていたと言っていましたはじめに白い大きな秋田犬が現れてその後何匹もの犬が付いてきて行進するの八甲はこの犬のグループのボスみたいだったわねとのことですこのことを読売新聞記者の宮沢照夫さんに話すと その目撃情報を探していました。と言って、著書、アキタイヌ、2017年文春新書で紹介してくださいました。ほとんどの人は、ハチ公は駅で、一匹で上野博士の帰りを待っていたと思っていますが、実際は違います。母は、毎朝ハチ公が先頭に立って、何匹もの犬を突き従えて歩いてくる光景は見ものだったのよ、と話していました。 ご視聴ありがとうございました。